アイゴとは鈴木目、アイゴ化に分類される魚の一種である。西太平洋の段階域に生息する沿岸性の海水魚である。食用にもなる。ヒレの棘に毒を持ち、刺されるとひどく痛む。生魚は全長30センチメートルほどで、体は木の葉のように左右に平たい。体色は緑褐色の地に褐色の横縞が数本あり。 全身に白っぽい反転があり、この反転は環境や刺激によって素早く変化する。口は小さいが唇は厚い。皮膚は比較的厚く丈夫である。背びれ、腹気、尻びれのトゲ状は太く鋭く発達していて、それぞれに毒性を備える。このトゲに刺されると毒が注入され、数時間数週間ほど痛む。 刺された場合は40摂氏60度ほどの湯に患部を入れると毒素のタンパク質が不活性化するので痛みを軽減させることができる。冬場は肌寒いこともあり痛みが和らぎにくい。愛護が死んでもトゲの毒は消えないので漁獲したら刺されないようハサミなどでトゲを切断して置くのが望ましい。本州。 朝鮮半島南部から琉球列島、オーストラリア北部まで西太平洋の熱帯、温帯海域の沿岸に広く分布する。沖縄のものが従来は霜降りアイゴと呼ばれ、学名エスコナリキアレイトスが与えられて別種扱いされていた。海藻の多い岩礁やンゴ礁に生息し、寄水域にもよく侵入する。植生は特に海藻を好んで食べるほか、甲殻類や タモ類なども捕食する雑食性である。この食食性の強さから、水族館ではしばしば餌として、小松菜などの要塞類を与える。巨峰としても、サツマイモを餌にしたかご量や、酒かすや味噌などを練り絵にした釣りが存在する。西日本では、沿岸の藻場が消失する磯焼けの原因として、愛護による食害を指摘されている。産卵期は7から8月で、 不着性卵を産む。1から2日のうちに全長2.1から2.6ミリメートルの稚魚が孵化する。稚魚はプランクトンを捕食しながら、浮遊生活を送るが、全長3センチメートル程度まで成長すると、沿岸域に大群で集まって海藻を食べるようになる。夏から秋にかけて、全長が数マイナス10センチメートル程度になった、若菜の群れが餌を漁る様子が、 港などで見られることがある。いたいた、よそばり、しゃく、ばり、あい、しぶかみ、あいのうお、もあい、もくらい、あいばち、いばり、やあ、やあのいお、やのうお、うみあい、ばり、ばりご、えぐああえ、しらええなど、日本各地に様々な地方名がある。いたいた、あいばち、やあのいおなどは、毒の棘を持つことにちなんだ故障である。またみのいそくささを、 小便臭いと捉えたことに由来するのが、バリや、エバリなどの系統の方言故障で、小便の別称、バリ、イバリに由来する。和歌山の、渋ミは、老生魚の皮膚の質感が渋ミに似ることに由来する。スクガラス豆腐泥魚定地毛、地引き毛、釣りなどの沿岸漁業で漁獲される。四国、九州、沖縄などでは市場にも流通する。 毒のトゲを持つとともに肉が磯臭いので人や地域によっては嫌われるが、徳島県や和歌山県などでは、微味な魚として珍重される。盛り付けた皿を舐めるほどうまいとして、愛語の皿ねぶりという言葉もある。磯臭さ,さを除けば肉質は悪くない。歯ごたえのある白身で刺身、洗い、塩焼き、煮付けなどで食べられる。長い大腸は渦巻き状になっており、見た目から、 全米と呼ばれ、新鮮なら煮物などで食べられる。ただし、クサさは、内臓から身に移るので、新鮮なうちに内臓を傷つけずに取り除いて、生姜や柚子胡椒で臭みを消すと良い。皮を引かずに柵に取り、カツオのた,たきのように表面を焼いて、刺身にすると、熱い皮も味わえる。沖縄料理のスクガラスは、霜降り合い子や銀塩酒の網ア,アイゴエス,スピーネスをおもと、 死体五類の稚魚を塩辛にしたもので、豆腐に乗せるなどして食べる。また、塩辛だけでなくすじめや唐揚げにもされる。生魚はもっぱら塩味で煮付けた、マースにで供される。香港では、キシツリの定番の魚として取られ、泥と呼んで、スープの具などに用いられる。大衆食堂などでも生きたままで流通しており、かつては、非常に安価だったが、近年は、 取れにくくなって値も上がっている。ありがとうございます。